者さんのつぶやき。こんにちは、小池デンタルクリニックの小池です。今日はですね、体の痛みっていうのをね、こう我慢するっていうのがあんまり良くないことっていうのはみんな知ってると思うんですけれども、なぜか歯に関してはみんなよく我慢するってことをこう行う、その結果としてどうなるかっていうことについてお話をしてみたいと思います。まあ気持ちはわかるんですよ。やっぱりチュイーンっていう削られてる音とか、歯を削られる痛み、歯っていうのは結構敏感な神経なんでね、他のところやられるのに比べて痛いで、誰しも痛いのは嫌いなんで、削られるのはちょっとなぁなんて思って、ほっといたら痛くなくなるんじゃないか、治るんじゃないかって思ってほっといて、あ、痛くなくなったなんてことがあるもんで行かないでいるっていうことになるんですが、ところがこの痛くなくなったっていうのは実は治ってないっていうことなんですよね。これはどうしてかっていうと、歯の痛くなるのっていうのが、まあどうして痛くなるかなっていうことがあるんですけれども、痛みのメカニズムって言ったら堅苦しい言い方になりますが、痛くなるには原因がある。これは虫歯が進行していって、神経まで到達していく、そういう形になっていく、神経まで近くなっていくんで、染みたりとかそういうので痛い。食べ物のこう、食べかすが詰まって痛い。そういった痛みを感じるようになります。ところが、それが、ずっと進行していってね、神経まで到達するとすごくまた痛くなるんですが、神経に到達することで今度は神経が腐ってしまうって言ったらおかしいけど、神経の方が結局バイ菌に負けてしまって全部なくなってしまえば、当然痛みを伝える神経なくなってますから、痛みを伝えない、痛くないっていう状況になります。そして治ったと思っちゃう場合があると。でもこれ治ってません。ところがその後虫歯がどん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 進行しても痛くないんで、ほっとくっていうことがまあ起こってくる。そうすると歯がボロボロになって、歯の頭の部分、要はこう歯茎から見えてる白い部分ですよね、あれがどんどん黒くなってきて、最後にはバキッと割れちゃって、バキッと割れちゃったから物が噛みづらいから、じゃあ歯医者さんに行ってみようかなんてことで言われてくる場合があるんですが、その状態で来たとしてもね、僕らとしても何ができるっていうと、抜くしかないなんていうこともやっぱりあるわけです。まあこれどうしてかって言われるとね、やっぱりその虫歯にやられてしまった、こうバイ菌にやられてしまった部分っていうのがそんなに深くまで行っちゃうとね、今度は骨の部分、こっちの方にこう感染してしまったりとか、そういったこともやっぱり考えられるんでね、どんどんやっぱり深くなってくると、他に悪くならないようにもう歯を抜かなくてはいけないっていう形になってきます。だから僕らもね、なるべくなら残したいんですよ。誰だって抜くのが好きなわけじゃない。だけれども、もう抜かざるを得ないっていう状況になってたりするんですね。治療っていうのは、痛いって最初に思った段階で早めに来てくれれば、逆にちょっと削って少し詰め物をする、そういったその日の治療だけで済んでしまう場合ってのもこうあるんです。ところが我慢を重ねることで結局虫歯が進行する、進行して痛みが出る、でその痛みが消えるのは逆に傷が大きくなりすぎて神経がやられてしまったから痛くなくなってるだけで、決して治ってるんではない。そういうことをちゃんとね、理解してね、もし、体からそういう痛みのサインっていうのが出てくれば、速やかに歯医者さんに行きましょうっていう感じのね、その方が逆に歯医者さんに通ってる期間も短くなるし、削られてる痛みも浅いとこ削られるだけなんで、痛みも少なくて済むんで、ぜひね、そういったサインがあれば早めに歯医者さんに行くようにしましょう。それでは今日はこの辺で失礼いたします。最新設備を使用した上質な治療をあなたに、福山市江南町小池デンタルクリニック。電話 084-983-0418。